SVHS-C は VHS-C の SVHS 版であり、VHS-C の高画質化を図った規格である。C カセットは主に SVHS ビデオカメラで使用されてきた。通常のフルカセットと同じく SP モードまたは EP モードを選んで撮影が可能である。ハイハチ規格よりも先に市場へ登場し画質は良かった。SVHS 規格が テレビ録画では性能を十分に発揮できなかったこと、ビデオソフトのタイトル数が揃わなかったことから、従来 VHS からさほど移行しなかったのに対し、SVHS-C はカムコーナではその性能が十分に発揮できたことと、廉価な製品が登場したことから、VHS-C からの移行が順調に進んだ。しかしながら8ミリビデオ規格に比べ小型化が難しく、 最大でも標準モードで40分、3倍モードで120分しか録画できないことなどがネックになり、結果として8ミリビデオの更新を廃した。カメラ一体型 VTR の規格が DV や DVD、HDD やメモリーカードなどパソコンとの親和性が高いデジタルビデオ規格の普及に伴って使用されなくなり、2000年代後半からのハイビジョン化の進展によって、 過去の企画となった。カセットアダプターさえあれば SVHS デッキ、SVHS の簡易再生機能をつけ、VHS デッキで再生できる。カセットアダプターは JVC ケンウッドとパナソニックから発売されており、店頭に在庫がなくとも、メーカーにはまだ在庫が残っており、取り寄せることができる。2011年現在、JVC ケンウッドからは、 CP8 という型番で、またパナソニックからは VW とか7という型番で、それぞれ発売されている。ありがとうございます。